智也です。今回なんですけれども、慶応法学部フィット入試の論述問題の試験内容について説明していきたいと思います。慶応法学部フィット入試 A 方式の論述問題では、論述問題を書く前に50分の講義があります。これは高校の講義と同じくらいの長さですが、実際には高校の政治経済の授業とは比較にならない大学レベルの難しい講義が展開されます。ですから、もしかしたらその内容を十分に理解できないかもしれないですし、途中何を話しているのかよく分からず、論述問題が書けず混乱してしまうかもしれません。基本的にこういった問題に対応する時の講義の聞き方としては、講義の内容を5つに分解することが大切です。この5つは私たちが教えている小論文の書き方と一緒で、議論の整理、問題発見、論証、結論、結論の吟味に大きく分けられます。ここからはそういった5つの講義のまとめ方について紹介をしていきます。まず1つ目の議論の整理。ここでは一般論と教員の主張の共通点と相違点をまとめましょう。次に2つ目の問題発見です。ここでは教員の問題意識がどのような価値観から生まれたかをまとめていきましょう。3つ目は論証です。ここでは教員が一定の仮説を出すに至るまでの考えや話の筋道をまとめると良いでしょう。4つ目は結論です。ここでは教員の出した仮説を書いていきましょう。5つ目の最後は結論の吟味です。最後に4つ目で述べた仮説の今後の課題などをまとめていきましょう。これら5つのステップを意識して書いていくと良いでしょう。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ご相談、10日間無料体験、10日間無料添削は概要欄から LINE 公式アカウントにご登録いただければ幸いです。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。